昨年12月21日日曜日から23日火曜日祝日にかけて、白山総合文化センターで、ようこそ森の劇場へ、地域に生きる芸術祭が開催されました。津市では本年度津市民文化祭特別研究事業森の劇場育成プロジェクトとして、白山総合文化センターをモデルケースに、芸術創造活動の基盤となる文化ホールの活用を考えるための研究事業が行われ、その研究事業の最終章として3日間にわたり、さまざまな催しが開催されました。12月21日に開催された歌う歌うクリスマスコンサートでは、今回のプロジェクトの企画として行われた歌講座を受講したおよそ70名の受講生らが、合唱団歌鬼のメンバーと一緒にステージに立ち、4ヶ月の成果を発表しました。また12月22日には、市民、行政、ホールが一体となり、豊かな劇場づくりを考えるために行われてきたプロジェクトについての報告会や、津市独自の文化施設の在り方を提案し、文化芸術の育み方を考え行動につなげようと、玉川大学芸術学部教授太宰久夫さんをはじめとする専門家の皆さんや、前橋市長が参加する座談会が行われ、地域の文化施設の役割などについて多くの意見が出されていました。午後からは、神宮市長、文化部長、仙宮館館長の河合真女さん著作の大和姫に、ポプラ心身育成研究会主催の長野大さんが演出を行った舞踊が行われ、神話の世界を表現する幻想的なステージに来場者は見入っていました。12月23日の最終日には、劇場で楽しむコンテンポラリーダンス3作品が披露されるなど、白山総合文化センターでは3日間さまざまな芸術プログラムが行われました。